はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は強化俊英投手でやっていきたいと思います。ちなみに強化俊英の投手は初めてです。でデッキの方なんですけれども、あ、ちなみにシュート持ってますね。3股で来てるといえば来てます。3股ね、野手でもね何回かやったんですけど、ほんとね評価を戻すのがね難しくて、井戸端が起こった時にこれね全員エピローグ経験点満点でね通過したことがないんですよ。だいたいね誰かがね評価乗らないで、まあ、40ポイント40ポイントみたいなところになってるんですけれども、やっぱ投手もね3股でやった方がいいみたいなんで、今回3股でやっていきます。で神楽坂くんの45をお借りして、あと鳴宮と暗黒スバルですね。で暗黒スバルはダークネビラを取っていきます。ちょっとね彼女キャラ他にも悩んだのは悩んだんですけれども、まあ一旦この編成でやってみましょう。じゃあ練習をしていきます。まずは評価上げから始まるんですけど、彼女キャラはまだ出てきてないんで神楽坂くんでいいかな。で前半はもうデートですね。で呼び戻しは2月の1週以降経験点が多くなるところで呼び戻していって、であとねコメントでいただいたんですけれども、カラスマね呼び戻しましょう。これはかなり経験点手に入るんで、前回のね野手動画ではカラスマとか呼び戻さなかったんですけど、ここ3人いるな。まあ守備連も脅威の切れ味があるんで臨床ポイントを取っておきましょう。でカラスマの話ですね。カラスマはね本当に呼び戻した方がいいです。で神楽坂くん、いやここら辺のキャラよりは彼女キャラが出てほしいんだけど、体力的に厳しい 7%。 まあ無理やり練習するあれでもないけどな。寝よう。でミサちゃんとかも確か別に回復はしなかったよね、自己紹介で。で一応ねあとイベの彼女キャラが2人で、前イベがスミカちゃんですね。まあ、3人いればねさすがに間に合うとは思うんだけど、どこから行こうかな。変化球だねやっぱり欲しいのは。試験の時に変化球がないとねマジ終わるから。よし、ラブパワー。スバルのね前イベがねやっぱり重いんだよね。お、コツが来てる。守備にコツ。スバルかー、どうする。ここもなー、いやでもスバルのコツは取っておきたいな。逃げ玉とか持ってるからね、カリンちゃんが本塁打厳禁なんで、こいつのさセリフだと分かりづらいんだけど、コツなのか練習なのか。でまた彼女キャラを追って、てか守備練多いな。まあもうやっていきましょう、こういうのは。スミカちゃんなんか食わしてくれ。よしよしよし。でここから雑用の日々が始まる。あとこの雑用でねどれだけいいコツを手に入れることができるか。玉拾い順の、あ、珍しいな。あー、スミカちゃんありがとう。でミサちゃん、これは見守るでいいでしょう。経験点を取っていきましょう。で次でね逃げ玉にするか投手にするか。まあ投手はね鳴宮も持ってる。おお早い。 OKOKOK、 まあ1人ね彼女にできれば、あとはまあぼちぼちと評価を上げていけばいいんで。でクリスマスでなんかくれたよねスミカちゃんって。その本は買う必要ない。こういうところで告白するのもすごいよね。あ、玉持ち持ってるんだ。そうかそうか。マネちゃんもねちょっと入れようかなと思ったんですよね。バント封じ、まあ敏捷ポイントはあるんで、スミカちゃんの評価がどんどん上がっていくな。スペシャルブレンド、どうしようかな。フルーティーサでいくか。果物を入れろよ果物。適当なものを
果物っていうか、なんかバナナとか桃だっけ。重い玉が欲しいんだよね。安全圏か。休もう。タツサンシンはね、千代成宮と神楽坂くんが持ってはいるんですけど、あ、これやる気下がるんだっけ。このね、みんなの人気者がね、もう微妙すぎるんだよね、イベント内容が。まあ、それさ、体力とかは減らないけどさ、長いんだよね、とにかく。コツ、投資。まあ、まだ置いとこう、投資は。で、ちょっとそろそろ変化球を上げておこう。シュートだな、最初から覚えてるから。こういう時にね、フォークとか覚えてるとちょっと悲しいんだよね、本当に。スミカちゃんしかいないな。やる気を上げておきたいから変化球練習をしましょう。おにぎりルーレット、あ、これなんだっけ。とにかく評価を上げたいんだよね、今は。おにぎりルーレットかといってあんまり変なのはしたくないんで。高速チャージがもらえるのか、シークレットだと。これにしよう。いや、なんかまずそう。やる気を上げたいな。やる気を、メンタルか。監督評価もね、気にしてあげていかないと。マジ代打だとか言われるからね。まあ、代打じゃなくてリリーフか。てか矢部くんとのイベントが起きたな。やる気上がれ。上がらない。さて、やる気がちょっと欲しい。ミサちゃん、やる気上げてもらおう。おお、上がらないか。これは普通に一つまみでいきましょう。やる気上がれ。上がらない。そして試験だ。まあ、ここはね、本当にいかに満点をキープするか。ちなみにこれってさ、打たれるとどんくらい減るんだろう。あんまりね、端にやりすぎてもね、怖いな今の。ボールになるからね。結構ずれるね。なんかさ、ボール球1球でもいいからさ、なんか、うお、用意してほしいよね。その1球にしなくていいからさ。26点だとどんくらい手に入るのこれ。60ポイントは欲しいけど、36とか。マジか、こんな減るの。てか60ポイントじゃないじゃん。これでコーチにしとこう。ゲー爆弾。あとはね、ちょっとデートも進めていかないといけないんで、よっぽどがない限りはデートをしたいけど。ミサちゃん、練習しよう。強化3人はしておきたいからな。そしてなぜか追加のイベントが起きないし、ここは取りなそう。これで投手を取っちゃおう。耐えろ。おし、ナイスだ。経験点がね、すごいよね、本当に。で、かつコツをくれると。やる気がないな。やる気が、本当に。かりんちゃん、かりんちゃんもこれで乗るかな。痛い、肘が痛い。なぜだ。なぜ追加イベントが起きない。で、かりんちゃんの場合は、まず運命は自分で切り開くからの、ダメじゃない。相変わらずイベント内容は分からんけど。で、打球反応いいね。じゃあそこからはデートをどん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 していきましょう。かりんちゃんってカラデートあんの。すみかちゃんはね、カラデートがないんで予定がね、立てやすいんですよね。
で、確かカリンちゃんってちょいちょいコツをくれるキャラだっけ、デートで。1回目とかは別に普通に進んでいくのか。あ、4回目でコツが選べるっていう感じか。これは小平くんのセンスに。かけよう。危ない危ない。特にないね。順番にやっていくか。スミカちゃん、カリンちゃん、スミカちゃん、カリンちゃん。クリスマスとかね、ちょっと体力がもったいないけど。っていうか、そうか、これあれか、スミカちゃんの方がいいのかな、クリスマス的な内容。スミカちゃんなんかコツくれたよね。おいー、不眠症。もういいや、ちょっとスミカちゃんともう一回デートしよう。不眠症はもうラブパワーで直そう。3人いるからね。まあとりあえず呼び戻しが始まるまではひたすらデートと。でミサちゃんも告白が来ました。ミサちゃんもカラデートないよね確か。恋人になろう。よーし。いや、いいね、経験値くれるね。そしてスミカちゃん。さあ、またそろそろ試験の時が近づいてきたから、40404040でバント封じか。まあ、ただ敏捷ポイントはそれなりにあるんで。って言っても打球反応ってこんなに使うんだ。投手はもう取っちゃいましょう。弾持ち、弾持ちいいね。ディレードアーム、前彼女2人にしようかな。そうすると、まあ、バント封じはもうこれで取って、安全圏とかもう取る機会ないよね。順応もそうか。であとは変化球で、シュートを4にしておいて2球種目を取るか。カーブかな。そうすると一応練習を見ましょう。どうしようかな。不眠症、まあいいや、ほっとこう不眠症は。ミサちゃんと1回デートしておくか。でバレンタインは誰がいいんだ。そうするとそこら辺もなんか考えないとね。カリンちゃんに関しては虫歯になる可能性があるから、ちょっとやめよう、デートは控えよう。で今のところスミカちゃんが一番高いんだよね。これでちょっと評価を調整していかないといけないんで。ミサちゃんはね結構高いはず、バレンタインの経験点が。一応練習は覗くだけ覗いて。そうだよな、ちょっとミサちゃんとデートを重ねていこう。でカリンちゃんも確か回復が少ないキャラだっけ。ミサちゃんはもうここでは回復しないんで、こういう時に体力がある時にデートをしておきましょう。夜型にしてと。よし、ここは満点キープしたいね。一本打たれるだけでめっちゃ減るからね。あ、そうか、ボールとかになるとあれか。おー、ぶなぶなぶない。60点とかありえんのか。マジ強すぎんだけど。米山くんミート G のくせに。おい。何このミート G、 すげえ打ってくんだけど。いや、俊英はマジこの
試験やっぱ野手以上に大事だね。もう12ポイントしか上がんないんだ。逃げ玉もらったしいやマジか、こんなに減るんだ。でデートをしましょう。ミサちゃんで行こう。ミサちゃんで。どん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 ミサちゃんの評価を上げて、バレンタインはミサちゃんからもらおう。これが3回目か。いや、いいね、経験点くれるね。おお、喧嘩。そう、しぐれちゃんね、俺持ってないんですよね。しぐれちゃんいればね、しぐれちゃん入れたかったんだけどね。まあそこは、おお、ミサちゃんあれかないか。ちょっと1回メンタル練習しとく。追加、よし。これはでもまだスミカちゃんの方が高いかな。監督、うん、1回練習しておく。バレンタインがねちょっと近いからね。しかも監督の追加が起きなかったな。こっからちょっとどんどん呼び戻していきましょう。ただカーブ上げられるかな。よし、呼び戻す。誰から行く。まあ、いいや、スバルから行くか。スバルって勝負するんだっけ。あ、そうだねそうだよね。投手の発動条件がよくわからん。振らないか。あれ撃たれた。あっぶんね。こいつアーチストなんて持ってたっけ。振れ、振らない。最後な、なんか失投してボールになるのも怖いしな。これ大丈夫でしょ。あぶねー。なんか打者強くねみんな。よし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 、緩急、こいつ緩急くれるんだ。呼び戻してもらえることっていうのはもうキャラごとに決まってるんで。でバレンタイン、スミカちゃんか。まあ別にスミカちゃんもね全然悪くないんで。うん、よし、いいでしょう。一応タッグが組めるな。ただね、呼び戻しはねもうどんどんやっていかないと間に合わなくなるんで。ナルミヤ戻すか。なんとなくだけど。ほう、こいつも勝負か。ナルミヤって CC あるんだ。発球打ち、やだな。なんかボール一つ外して打たれたらちょっと少し高めに外すか。無理か。振れ。このコンピューターの強さがいまいち分かんないからな。よーし、 OK。 でこいつは何くれんだ。あ、伸びくれるんだ。まあ悪くはない、眠れないまたこのスバル聞かせよう。なんか自分で行くってやるとさ、なんかみたいなこと言われるときがあるよね、確か。コツ足すあれが来てるね。これはやろう。コツ、コントロールが欲しいね。よし、ありがとう。で癖をなくしていきましょう。もうこれはまた呼び戻し、呼び戻しでいかないといけないと。うお、体力が減っていく。ダークネビラ、呼び戻し。神楽坂くん、神楽坂くんは、あ、普通に復帰するか。で低め、あ、いいね。
で、サイガとの勝負か。でも、打者怖いわ。打者恐怖症だからな、今んとこ。ミートビーパワー A だからな、こいつも。パワーヒット広角打法持ってるからね。これはファール？釣り玉かな。おお、振ってくれた。ちょっと経験点溜まってきたかね。そうすると変化球がもう一個上げられると。で、ちょっとまあ3だけど、コントロール E にはしておこう。なんか嫌だな。でスタミナも E にしておこう。で球速を上げておこう。140とか欲しいね。さてで1回エリート組を呼び戻して、ここでも監督評価が上がるっちゃ上がるんだけどね。でここでカラスマを呼び戻せんのかな。でまたあれか、勝負だね。勝負多いな。パワー B あるんだカラスマ。なんでみんなさ、こんなさピッチャー強いの。うわ、よしよしよし、キャッチャーありがとう。名も知らぬキャッチャーよ。結構危ないよねこのタイミング、いつヒットが出てもおかしくない対強打者。よし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 、いやーいいよいいよ。ってことは1回だけ練習する余裕があるのか。あとあれだね、勝負に負けると結構厳しいのか。お出かけしよう。ここはかりんちゃんでいいかな。デート、これ何回目？ 2 回目だっけ。まだ ここは回復がなしか。まあただそれなりに経験点はもらえる、60ポイントで、神楽坂くん。キレがないな、キレが。あれ、キレ1であるんだっけ。なんか忘れちゃったな、今の骨状況。あ、キレねえわ。低め感あるのは。低めって他に取る機会あったっけ。メンタル骨がきて、うわ3人いる3人いるけどな、まあ、別にって感じだけど。あ、スバルの骨はね、やっぱりちょっと今回かなり肝になるんで、一緒に練習が多いな。ウィニングショット、いけ、またー。よーし、あとは奪三振が欲しい。コツが来てる。スバル、ちょっとデートが詰まってる気がするけどな。ただスバルのコツはな、取っときたいんだよな。緩急はもう取る機会ないから。で低めももう取っちゃおう。ドクター系重いよな、さすがに。逃げ球もな。どうする、これ技術がちょっときついけど。ただやっぱりコツは欲しい。スバル逃げ球、よし、これで逃げ球は抑えよう。また恐怖の試験。わ、岸くん、ミッド D パワー C。 おい何こいつは、超強えんだけど。危ねえ。いや浮くな、シュート結構浮くな。あと1球。いやこれ1球でも打たれたらさ、ダメっていうのがさ厳しいよね。1球打たれてさ60ポイントくれるんだったらまだいいけど、一気に減るからね。対強打者これちょっと10%はきついし、デートも詰まってるし、
体力がないかりんちゃん3回目、体力を回復する。不屈の魂とかはね取れる人いないからね。不屈の魂持ち入れるとダークネビュラとかのねイベントでガラスのハートが回避できるんで。コツがまた来てるか。ナルミアか。コツはちょっとやっとこう。ワンタックの時はちょっと見送って、コツの時は練習していこう。でかけら坂くんとスバルがダブルタックの可能性があるんで、それはさすがにやりましょう。よし、この方針でいこう。それ以外はデート。回復したい気もするけど、ただデートするからポイントにしておこう。よし、2回目、ぶん殴ろうこんなやつ。軽く引っ張ったく。このイベントが謎すぎる。あ、でタック足すコツか。タック足すコツもね、まあ、美味しいといえば美味しいんだよね。でカーブにしとこう。ちょっと練習は見ましょう。あー、コツ神楽坂くんか。まあ、かりんちゃんがか、てか、待って、監督どうなってんの今。112か。まあ大丈夫か、そうすると。で神楽坂くん、リリース掴んで逃げ玉も取っちゃおう。で勝ち運掴んで対強打者も2でいっか。よし、神楽坂くんお願いします。脱散か練習か。でラブパワー、不眠症が治った。そんなんあったね、そういえば。不眠症とか。ちょっとワンタックはいいわ、ラブパワー中だけど。しょうがない、ここは。1回スミカちゃんで確実に回復しておこう。てか5月か、そろそろな。井戸端が起こってほしいんだけどな。6月も結構きついんだよね、3人いると。2人だったらねまだ6月でもいいんだけどさ。スミカちゃん評価乗ったか、6ってことは。スバルオンリーか。5月でしょ。ちょっとこのデートの管理が難しいね。でかりんちゃんが次4回目、ミサちゃんも4回目。12、あと6回くらいでもデートしないといけないの。でも1回だったらいいか。ちょっとラブパワー中だしやろう。体力を減らして、でコツ、神楽坂くんか、スバルか。切れコツが欲しいからね。あとやろう、コツは欲しい、やっぱり。なるほど、とっておきのなんちゃらみたいなこと言ってくるとあれか、コツが手に入るのか。内角いいね。そしてなぜかやる気が上がった。うわ、こういう時にこういう時に来るか。でそうするとキレはまとっていいでしょ。いや、これはやろう。で6月の1週間もよし、たくさんありがとう。体力ないからね今。バッティングのコツとか別にいいでしょなんでバッティングのコツなんてやろうとすんの。むしろ才賀と勝負しろよ。あれ、コーチの評価、コーチじゃねえ、監督の評価ちょっとやばいな。これ一回練習しないと間に合わないね。で次カリンちゃんにするか。で逃げ球は取ってあるから、選択肢は打たれ強さのコツをもらっていきましょう。それでいいよ。何がそれでいいんだか分かんないけどさ全然見てないから。なんて言ったのこいつ。ジェットコースターに乗ろうみたいなことを言ってきたのかな。あ、ここ
結構経験点入るね。いやてか井戸端、井戸端、あと監督確実にちょっと監督評価乗せとこう。ちょうどタックも来てるしね。でまたデートの日々だな。っていうか6月3週か。いやこれむしろもう来られたら無理だよ。よし、脅威の切れ味はもらった。スミカちゃんで行こう。回復しよう。これで4回目でしょ。あれ大丈夫だよね、間に合うよね。あとむしろ全部デートしないと間に合わないか。管理が大変だな本当に。これあと5回できるんでしょ。え、スミカちゃん1回、カリンちゃん1回、ミサちゃんが2回か。あと確か、てかスバルまだあれだね、乾燥してないね。俺にダークネビラをくれ。ダークネビラがないからこいつらに撃たれるんだよ。岸君全くやる気がないな。あぶねえ。こういう時にさ外したいよね。外し球みたいなの1球用意しておいてくれよ本当に。厳しすぎでしょ、ボール1球も投げちゃダメっていうの。とりあえず満点。え、これ100入るよね満点。よしよしよし。で要所で特に何もないから、こいつなんでさあれになってんだっけ。あれか、爆弾がついてんのか。ミサちゃんでいくか。じゃあで最悪カリンちゃんがね空デートになる可能性があるから、カリンちゃんを終わらせておくか。もうここまで来たら井戸端会議が来てさ評価をデートで戻すっていうのもやりたかったんだけど、今はもうそれどころじゃない。健康グッズ試してみよう。なんだなんちゃらマッスルなんちゃらみたいなのが出てきたね。まあ、成功した。どうだ、俺の暗黒の力を見せてやる。いけ、おお、ダークネビラ。よし、あれこんなにポイントくれたっけ、ダークネビラ覚えた時って。悪くないね、覚えれば全然悪くないね。スバルでもうちょっと試合が近づいてきてるんで、スタミナは D、 やっぱ C 欲しいんだよな。 C にしとくか。で球速も145くらいにして、あとはあれ脅威の切れ味、あそうか変化球か。敏捷が足りないってなるとね、奪三は取っとこう。内角も取っておこう。 OK、 さあそこからのまずはカリンちゃんを終わらせよう。カリンちゃんなんか選択肢あるんだっけ、5回目って。特にないか。で本塁打現金。あれこれさデートだけでさ評価乗る。今カリンちゃんの評価どうなってんの。ここはねちょっとピンチャンでいこう。寸永はね打線がそんなに強い感じはしないんで、コントロール用の技術がなんか足りなそうだな。いやもうここで井戸端来たらね絶対無理、絶対評価戻せない。もう最後オーラちょっと早かったか。いやいいね、才賀くんは本当に強いよ。やべ、あれなんか超速いやつがいる。やべもね全然いいんだよ、チャンス三角だけど。ノーアウト1・3塁とかさほんとやめてほしいよね。あ、タイピンがない。ダークネビラを見ろ。振ってこないな。おい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 、大丈夫か、危ねえ。カニ
バント職人だし、カニくん。さあ上に釣り玉を投げよう。順応ってなんだっけ、なんか発動してるけど、カツオ、あ、そうか、ここあれか、シラスだっけ、魚系の名前か。カーボ一球外しとこう。うん、見てくるね。ダークネビラで決める。いいねなんかちょっと変な発音なしだけど。金谷くん、あれ、なんかある、なんかあるそれがなんだかよくわかんないけど。お、投げてる投げてる。あ、スタミナだいぶ残ってるね。振れ、オーケー。またカニか、バント職人。なに、揺さぶってきやがった。内野安打、4番なのに内野安打持ってる。足が速い、そういうチームなのかな、しらすって。ちょっとこれは外そう、一回もう一球外そう。へーい、スバルがね試合経験点持ってるんで、よしよしよし。さてさてさて、そっからちょっともうマジで練習してる暇あるか。スカウトさんの評価も全然ないな。そういえば俊明はそこが厳しいんだよね。本当にね、練習試合がないっていうのがね意外に痛いんだよね。デートしておこう。かりんちゃん終わった。どっちにする、まあ、どっちでもいいんだけどな。みさちゃんにしとくか。まあみさちゃんもね投手の場合はバンプ以外でも怪物球威が確定なんで、やっぱりね、スバルがいるから他の人たちはみんな確定系で抑えておきたいですよね。まあ、神楽坂君は確定じゃないんだけど、もう失敗したことなんて1回もないんで、サクスペに入ってから。うわ、倒れやがった。まあ、別にいいんだけどさ、ってかさ、ミサちゃんも評価大丈夫これ、なんかすげえダメっぽいんだけど。コツが来てるな。ダメっぽいな。ダメっぽいっていうか、ダメじゃん。ミサちゃんと練習して7月の4週であれだ、スミカちゃんとデートしよう。スミカちゃんはもう乗ってる。スイカ起きろ。カラスマとかどうでもいいよマジで。いやこれは甲子園もな、ちょっと追わないと無理だな。でここ結構強いからね。打たれ強さを取っておくか。脅威の切れ味、変化球ポイントが足んないのか。怪物球威、もうあれだよね、重い球って取る機会ないよね、どう考えても。ドクター K も取っとこう。かりんちゃんとミサちゃんの評価足んないかこれ。お待たせ、いきなりだよこの。でね、金原はねマジでアベレージヒッター内野安打なんで、本当にね敬遠した勢いなんだよね。変化球ストライク、外角高め、ワンボールツーストライク。これ振らないか。最後ダグネビラで決めよう。よーし、キバ、あれキバもこんなチャンス20までなのこいつ。振れ、一つ外してボール、わずかに結構危なかったな。ダグネビラちょっと外そう。よしよしよし、空振り三振、ピンチ。俊英先制のチャンスを迎えました。これはもうマジでミートを開いてポテン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 していかないと。重っ、球重っ、マジで爆速ストレートとか。サイガワ行こう。これは入ってこないか。ほら、いいね、いいところで回ってきてくれたけど。あれ、もう代打出してる。マジか、キバを諦めたか。直球ストライク、インハイへ。これで追い込みました。投げました。この勝負もらった。キバを下げるとは。空振り三振。よーしみたいな。
垂れすぎだろ本当に。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で角田ボール、完全なボール球、カウントはワンボールワンストライクです。打ちました。うわマジか。ボールは中継、波動、ようやく1点を返しました。投げました。初球ダークデビルは空振り、投げた、ストライク。よしよし、1点取られたけど、これをあとは守りきれば。回ってきすぎでしょ。だからなんでこう毎回毎回三塁に出られるかな。石塚、今日はフォアボールと。げ、こいつパワーエースだ。投げた、見送って、振らない。カウントは2ボール1ストライク。打った、ショート。うわこれはケッツ。あ、じゃあ関係ないか。よし、さあいよいよ最終回、この回のトップバッターは角田。小黒塚君強っ。1三振、投げた。改めて見るとめちゃ強いな。これで追い込みました。ポケモンだろうこいつ。投げた、ボール高め、カウントワンボール。だいぶくねるね。投げました。投げるとき打った、ファウルグラウンド、キャッチしています。てかさ、別にさ、もう角田坂くんだからさ、曲のすれば打たれてもいいんだよね。シュート決まってストライク。まずは決めてきました。もう減らないよね別に。2球目空振り。第3球。あ、力配分が発動してる。投げました、ボール、カウントはワンボール。パワー F だからかな。打ちました。ファーストの方、危ない。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。投げました、初球空振り、いきなり150キロ。150キロとか出るんだ。153キロあるからね、球速は。強気で攻めてきます。カウント1ボール1ストライク。カーブ見送ってストライク。一球一球ちょっとスタミナ C だとやっぱり点を取られると厳しいね。あと打たれるからね。投げました、それでどんどんスタミナが減ってくるんだな。ボール球で仕留めました。スミカちゃんとデートしないといけないから、やっぱりね、3人の評価を上げるのは本当にきつい。あ、これ1回目かってことは、どうしようかな、経験点狙っていこうかな。断ろう。いいね。完走できてないっていうことよ。あ、一応見よう、見るだけ。見るだけ見るだけ見るだけ、ただねって。海外だとよく言われるんだよね、見るだけただって。あれ、これ打つんだっけ、自分ピッチャーだけど。そうだね、ピッチングなんてしないもんね。あれ、あ、そうだよね、待つ待つか。まあただ内角は取ってあるんで、ちょっとあとはマジで彼女見よう。彼女かりんちゃん、評価を上げていかなくては。一部層取っていこう。用語書も取ろう。技術ゼロとか。技術ポイントが全然足んねえんだけど。ただ評価を上げていかないと。2、かりんちゃんは OK だね。てかこれ井戸端なしでこれか。井戸端起こるとマジ無理だ。15、15、15って減ってくからな。もうちょっとしっかりとやっていこう。しっかりと。でやっぱりね、2回は満点取りたいんだよね。お待たせ。誰？さあ、先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー、やる気がなさすぎる。やる気が絶不調だから、アベレージヒッターが発動していない。切れていきます。第3球を投げた。しかし俺のアベレージヒッターは健在だ。堀江、お、し、そうそう、謎の堀江くんだ。マジでこいつ何持ってんだ。マジェット、追う展開で迎える2回です。マジェットって何系なの。投げた、シュートはストライク。石壁はなんかその三国志系じゃないですか。マジェットって何、なんか監督がどうのこうのみたいなこと言ってたよね、矢部くんが。お、いいねいいね、いいけど3塁に出られてるか。なんか武器みたいな名前だよね。斧だとか、これ斧だよね。結構いっぱいヒット持ってる。ちょっと単純に攻めすぎた。ダークネビルもいかんと。で、
カーブをギリギリのところに決める。打った。第6球をストレート投げました。おい、カウント3ボール。危ない。本塁打厳禁が発動したな。マジェット追う展開で迎える7回です。2アウトランナー。だってこいつ立てだよね、多分今日は。立てだね。セカンドフライ。武器系だな。投げました。武器っていうか何、そういう立てば防具だけどさ。三振。あ、スタミナが切れんなこれ。8回で終わるな。いよいよ最終回を迎え。あれ、まだ投げてる。でもさ、スタミナ切れになってさ、失投を起こしてさ、持ってかれるっていうパターンが一番嫌なんだよね。こいつパヒット持ってるんだ。そういえば怖いな。コントロールがいいだからな。できればボール球で仕留めたい。うわー、今ボール球だったよね。こういうね、1個外して持ってかれるっていうのが悲しいんだよね。やぼなくなるスタミナが。交代してくれ。いやマジで根性とかはないよね。持ってないはずだから。2球目ストライク。これで追い込みました。投手ってなんか関係あるの？わずかに外れました。カウントなんか完全にへばったな。投げた。見送ってボール。カウント、ストレートで押し込むしかない。よーし、もう交代でしょう。神楽坂くん、君に全てを託す。バッターは6番。練習はしなくていいわ。今日はここまで3打数ノーヒット2三振。投球これから2球目。空振り。一球一球に魂を込めて投げ込みます。3球で仕留める。仕留められなかった。投げた。もうカウント1ボール2ストライク。投げた。7のカーブを見ろ。落ちました。セカンド右横のフライになりました。セカンド小平君がすげえ安心できるな。あとはミサちゃんよ。ミサちゃん、コツがあるけど、ミサちゃんは最優先にしよう。いや、ミサちゃんでしょこれ。ミサちゃんよマジで。7、まだ7上がるか。いや、ミサちゃん評価乗らなそうだな。技術とかほんと足りねえな。伸びとかもう取れないわ。距離の切れ味忘れないうちに取っとこう。あと金徳取ってないの。本塁打現金もあんのか。取っとこう。やったらこれはあれだね、筋力と精神が余ってるけど、まあ B にしておくか。じゃあ、あとはね、球速にも回したいんだよね。やっぱりまあエピローグポイントで全員もらえればまた人伸びするんだけど。俊英先制のピンチです。ツーアウトランナー2塁という場面で梶原盗塁アシスト。うわー、これは1点入るな。さらにピンチが続いている。1対0。投げました。しかもチャンスなんて持ってんのかよ。タイミング合いません。打ちました。あっと引っ掛けた。ああ、そうかそうか、もうツーアウトか。さあ、同点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面で梶田、笠原を返す。打った。左中間取りました。これでワンアウト。ランナーは二塁変わりません。FF か。投げました。もう一応絶好調だからね。第2球投げました。ポテンとなってくれれば。バックホームする。おお、帰ってきた。ツーアウトランナー一塁。小平キューン。小平第1打席。やる気がちょっと戻ったね。流し打ち。いいね。流し打ちがなかったらあれ切れてたな。2対1。だいぶ振り遅れだもん。さいが、よしよしよし。あとは俺が抑えるよ。ハードラック。あー、春芸ここは2点取られてるよ。ワンアウトランナー2塁という場面で尾形、今日はライトフライト。フォアボール。投球はこれから3球目。こいつらも結構強いね。 CC とかさ、ポッテン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 落ちるからね。有村いたね。そういえばそんなやつサッチここにいたんだ。やばい、ボールが先行している。え、サッチってさ、パワー B もあったっけ。ロングヒッター持ってるけど、まあでも低めには投げざるを得ないからね。イエーイ、うまい。すげえな。完全に捉えられたぞ。こいつらさ、強すぎだろ。
次は4球目投げました打ちましたファール。食らいついてくるよな。カウント2ボール2ストライクです。ボール球振らないっていうところがね危ない危ない。これで2アウト。またプテンってなるかと思ったよ。そのチャンス持ちだしさ、まずは入れてきました。2と B もあるんだ。これで追い込みました。投げました外れた。ボールカウント1点差をなんとかして守りきらなくては。ストレートはボールアウトローへ平行カウント。よし、またノーアウトか。草原ノーアウトランナー。青ちゃんか。もう青ちゃんが打ちづらいからね。ライトフライ投げました。これいける。よし、ライナー笠原ヒットを放ちました。初安打。ランナースタートを切った。キャッチャー二塁送球間に合った。次の塁に振ればよかったな。間に合わなかったか。金谷君とりあえず犠牲フライでもいいから返そう。ちょっと強振にして打球伸びなんて持ってんのこいつ。打ったパス。次は5球目。うわちょっと待って、振り遅れたけど。スタンドに入りました。ファール。第6球を投げた。ヒット。打った。痛烈な当たり。センターの。よし、ど真ん中ヒットだったかな。1点入りました。5対3。さあ代打変えられたよ。アウトコース丸。初球打ち。センター後方。取れる時に点を取っておこう。ワンアウトランナー二塁という場面で、まず勝利が最優先だな。初球取りました。これで2アウト。ランナーは二塁変わりません。小柳打ちました。ファール。第2球投げた。入っては来ない。ボール。カウントは1ボール1ストライクです。これも入っては来ないでしょ。ボール。カウントは2ボール1ストライクです。投げた打ちました。これはセンターに行ったね。もうスバルとかどうでもいいからな。タイピン打たれ強さ。本家本元ダークネビラ打たれた。点を入れられた。脅威の切れ味ダークネビラを見よう。これで追い込みました。ボールカウント1ボール2ストライク。イベント完走したらさ、取りました。これです。なんか打たれ強さとか解消してくれるっていうシステムにしてほしいよね。スースとかもさ、イベント完走すれば球界の頭脳になるとかね。投げました外れた。ボールカウントは2ボールノーストライク。サイガ君が出てくれてるのか。小平サイガさすがだなこの2人は。俊英1点入りました。堀江タイム。先ほどツーベースを放っている金谷はまあまあ、あそうだ追加点のチャンスを迎えている。謎の広角打法か。低めの球空振り。バッター追い込まれました。第3球を投げた。バッターアウト。金谷全くタイミングが合いません。インコースパワーが C ある。投げたアウトコース高め。草原は足がめちゃ速い。1球外します。第2球投げた。ボールカウンター2ボールノーストライク。第3球を投げた。危ない球。失投か。ボールが先行してるね。だいぶ投げました。打ってきます。スタンドに意識しすぎた。さあ5球は5球目。これは変化球。フォアボールにしよう。フォアボール。この回2人目のフォアボールです。第1球投げました。打ちました。やばい、これ決になる。危ない。俊英なおもちゃスバル。え、スバルそうか、こんな強いんだっけ。投げました。新幹はボール。まずアウトコース。アーチスト広角だと外れました。第2球投げました。危ない球。第3球を投げました。おら打ちました。これはいい当たり。あれ行かなかった。悲しいことに。第9投げた。やべ初球打ちました。レフト前進してくる。取ってアウト。勝ちはね揺るぎないと思うんだよね。なんでさ打たれ強さが発動してんのいきなり。前回からのもう引きずってんの打たれ強さって。弱すぎだろ。投げた打った。スバル取った一塁へ送る。これで実際打たれ強さってさ発動するとどんくらい下がるんだろう。外角に送ってストライク。まずは決めてきました。あれこいつ威圧感も持ってたっけ。打った流し打ち。堀江取りました。これで2アウト。ランナーありません。第2球投げた。ダークネビラもうどんどん決めていこう。一球一球に魂を込めて投げ込みます。打たれた。ヒット。おまたヒットを放ちました。出た有村。ランナーは3番有村。意外に強い有村。決まってストライク。第3球を投げました。打ちました。やっぱボール球一つ外すって結構危険だね。なんかポテンになるわ。打ちました。レフト前に出。こういう風に。いや今のは外れてないんだけど。なおもピンチが続きます。第2球外すときは外そう。カウント1ボール1ストライク。あとは端を狙う。内角低めいっぱいストライク。投げました。ストレートはボール。カウント2ボール2ストライク。ダークネビラを見よう。打ちました。ファール。
食らいついてくるか。これちょっと外し、うわあ、スバル。何なんだこいつは本当に。欲しい。まずは簡単に追い込んでいます。決める。打ちました。すげえな。本当に食らいついてくるな。ダークネビラとかさ、マジで打てないんだけど。よく打ってくるよな。あ、そうだ。一個外すのは危険だとか言っときながら、もう癖になっちゃってるからね。で最後にミサちゃんと練習したいんだけど、いるかな。こんなに頑張って43ポイントだからね。ミサちゃん、ミサちゃんいた、大丈夫だ。よし、最後はじゃあタッグを組んどくか。うわ、虹谷か。もう虹谷とかな、久々だからね。久々だからねって言ってもチャンスでいこう。めんどくさい。最後は技術だな。技術が全然足りないわ。まあいいか、このまま試合に行きましょう。ただまあ今のところのこう感覚的なものでいくと、あれだよね、取りこぼしたってところだよね。試験のポイント、他はね、井戸端とかも起こってないんで悪くはないと思うんだよね。ちゃんと呼び戻しもしたし。おい、マジか。アウトになったか。すげえ悲しいんだけど。よし、オッケーみたいな感じで思ったんだけどな。掴みました。これで2アウト。ランナーは2塁、変わりません。対エース。第9投げました。見送ってボール。ミートが F っていうのがちょっと悔やまれるけど。第2球投げました。うわー、初シュートか。お、すげえ。さあチャンスが広がって感じた。足エースなだけあるな。初球を打った。ポテンといけ。よし、ボールは中継。俊英先制。1対0。しまった。まあいいや、ポテンになったわ。やべ、ここはちょっとさすがに普通に打とう。よし、ポテン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 落ちるな。小柳くんが強い。うわ、ストレートか。満塁のチャンス、なんとか生かしたい。おお、あれがフェアになるか。小田浦くんはちょっとアベレージヒッターだから振ってこう。なんかラッキーだな。サイガーを狙っていこう。決まったストライク。変化球にキレがあります。第2球落ちるボールはフォークか。バッター追い込まれました。天空中央がね、実装されたらマジで全力で虹谷狙いに行くんで。これアプリではね、虹谷持ってるんですよ。まあ普通の35ですけど、ほんと強い虹谷は。完全なボール球。天空中央はね、もう本当全員強いんで。実装キャラ本当に確定以外でもどんどん引いていきたい気がする。いや、小平君いいわ本当に。3番4番いいね、強い。無理か。おおめちゃ打たれた。絶対俺だよね、打たれたの。自責点いくつになってたか見よう。完全に変えられたな。あいつはもう終わったみたいな。際どいとこ投げてくるね。延長になるか。小平くん、これはもう普通に入ってくるか。あ、入ってきたか。第3球、これは様子を見て。大きく外れました。カウント1ボール2ストライク。これも大丈夫でしょう。完全なボール球。すげえ際どいとこ攻めてくるな。さあ5球目、これはなんだかんだでフルカウント。フルカウント3ボール2ストライク。投げました。おお、飛びつかれてたらあれだったな。小平くんかっこいいね。イエーイ。鳴宮ほどのピッチャーを温存しておくのか。
実績点6だった。そりゃそうだよね、50ポイントか。それでもで結局経験点的にはどうなったんだ。まあ、最後にね入ってくるからね。結構やっぱり長くなった。4位とかそう、春明はね普通にねこうなんですよね。まあ先発でいきますか。コントロールの低さが気になるけど、消えてしまった。まあ経験点さえくれれば。ミサちゃん消えてくれて、むしろこいつにとっては好都合だったんじゃないか。こいつなんかくれるんだっけ。牽制か。臨床ポイントってどう余ってるっけ。脅威の切れ味を取ったからな、結構使ったと思うんだよね。一応初3人3股がエピローグ経験点でも7000か、まあ、取りこぼしなしで8000いくかっていうところかね。まあでもね7000いけば経験点的には悪くないとは思うんで、まあ春英でねなるべくまたいろんなキャラクターを更新していければいいですね。そうするとコントロールしてるかこいつ。ダークネビラはこれにしておいて、なんか変化球を使う特能ってあったっけ。ジャイロボールとかはいいわ。クロパイもいらないでしょとりあえずは。ってことは変化球ポイントを使おう。ダークネビラだな。ダークネビラは取れないのか。じゃあカーブでいいわ。でちょっと一回これを D にして、あと球速がどこまで伸びる。150か。でスタミナを使って根性を取ろう。じゃあ根性は取れるでしょ。あ打たれ強さも取っとこう。伸びは取れなかったね。根性取って、であとまたスタミナちょいちょいちょいと上げていけば、まあうまい感じで使えるかな。どうしようかな。弾道を上げときたいんだよね。10、弾道上げとこう。まあ、2は欲しい。本当はパワーを30とかにしたいんだけどな。無理か、それは。あとはもう、これに振ってこう。よし。というような感じで、まあ、今回はね、井戸端が起きなかったんで、それでもなんとか3人の評価を持っていけたっていうところなんで、ほんとね3股はねきついんですよね。なんかみんな結構3股推奨してるんだけど、だったらレンちゃんまた振って 2.5 股とかもありなんじゃないかなと思います。まあ俺がね単にその3股のやり方が下手なだけかもしれないですけど、なんかうまい3股のやり方なんかあったらコメントとかでいただけると嬉しいです。とやっぱり春芸はあれだね、1本打たれると一気に試験の経験点が減るんで、どれだけ満点を叩き出せるかっていうところがポイントですね。というようなところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。